皆さんこんにちは、イケメンエグザイルの前田健太郎です。今京都で撮影してるんですけど、まあ、今日は僕撮影がお休みということで、あの前田健太郎の休日皆さんにお見せしていきたいと思います。いや、まあ、撮影所の行き来ですね、ほぼ。そうですね、だからこういう企画があるとなんか京都感じられる。だから僕も京都にいるんですけど、あんまり京都にいる感じがしてないですね。だからこういう日にこう京都を感じていきたいなと思ってます。今日はね、いろんなところにこれから回っていくということでね、そう、なんか僕もこう事前になんかどこ行きたいかみたいなのを聞かれたりして、今回僕の行きたいところにあの回ってくるのでね、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。なんか結構友達とかがお香なんか部屋に焚いたりしてる人が多いんで、なんか僕も行ってみたいなと思ったんで、なんか実際こうやって見に行ける CL で見に行けるのがすごく楽しみでした。ではね、早速行ってきたいと思います。はい、こちら山田松光線さんです。じゃあ早速行ってきます。塩辛い、苦いという5つの味というのがあるんですけれども、こういったものを使って表現していただきます、はい、今日は、香りの違う香木を、5つ準備しております、はい、でその、それぞれに1から5までの数字をつけまして、1の香木を5つ、2の香木を5つというように、作っていって、5種類を5つずつに小さく細かく切った香木を用意します、はい、で合計25個できるんですけれども、うん、同じ色の和紙に全部包みまして、よく混ぜて5つだけ取り出して、うん、それを順番に炊いていきます、うん、ですのでもしかすると全部違う香りを取ってるかもしれないですし、うん、2つ同じ香りであと全部違う香りっていうことも考えられるんですけれども、その組み合わせが、こちらの説明書を現地香の図って書いてあるように52通りあります、はいはい、最後に組み合わせをこう回答していただくということになります。はい、はい、ここまでは大丈夫そうでしょうか。はいはい、大丈夫です、はい、お手元に筆ペンと小さな紙をご用意しておりますので、はい、そちらに書いていただきます、うん、お習字されてたんですか。いや、大丈夫。そう嘘だよって言わないでください150円いや、でも名前なんで自分の毎日書いてる。はい、
ではなくて、うん、全然違うんですけど、ただこれが何かと言われたら何か分かんないですね。だからもうどれか分かんないんで、なんか最初のやつを基準にして、はい、どっちかなって。あ、続いてはじゃん、本田亭さんでランチを食べていきたいと思います。はい、あのね、今回卵、だし巻き卵のだし巻き、何、だし巻き丼がすごくあの流行ってるようです。あの、僕もね、どこにしたいかなと思って、ここがいいって言ってここにしてもらったんですけどね、すごくもう楽しみにして、もうお腹もペコペコなんでね、もう我慢できないので早速行っちゃいましょうか。はい、楽しみです。行ってきます。いらっしゃいませ。こんにちは。どうも、ようこそ。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。どうも、僕の席ご案内します。どうぞ。はい、はい、すごいいい雰囲気のお店ですね。すごい。ちなみに結構おすすめとか、皆さん何食べてる人多いですか？暑い時はね、この明太のせ、肉そぼろのせが結構出ますね。女性の方はこの金あんかけというあんかけが結構好きな方が多いですね。そうなんだ。明太子のせ食べちゃおうかな。じゃあ、はい、明太子のせでお願いします。はい、明太子のせを了解いたしました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。楽しみ。恐れ多いすいません。あ、はい、席、実はすっごい、はい、うなぎ食べたかったんですけど、あ、はい、CL に、CL っていう動画配信なんですけど、ちょっと遠慮しちゃって、はい、本当はうなぎが食べたいんですよ。ぜひぜひ召し上がってください、うなぎを。はい、ちょっとうなぎの方でよろしくお願いします。はいはい、了解いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただいていきます。恥ずかしいな。恥ずかしいじゃないですか。前田はうなぎが食べたいです。楽しいです。うわっ、これはうまいぞ。うまいぞ。うわっ、そうですね、すごい。うわー、すごい。できたて、おいしそう。今から食べます。やばいな、これは。はい、今回はちょっと厨房の方にお邪魔させていただいたんですけど、完成のギリギリまで見て、ちょっと完成品をまだ見てないんでね、すぐ今ワクワクしながら待ってるんですけどね、そろそろ来るんじゃないかなと。お待たせしました。あ、来た。どうぞ。うおすっごい、美味しそう。やばい、皆さん見てください。こんな、あ、これ半分ですもんね。そうです、これが半分のせいです。こんな大きいうなぎ食べたことないです。もう熱々をね、召し上がっていただきたいんですけど、はい、はい、だし巻きと一緒に、うん、うなぎを一緒に絡めて召し上がってください。はい、ちょっと、じゃあ早速いただいていただきたいと思います。はい、はい、どうぞ召し上がってください。